はい。じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の趣シリーズ、第96弾やっていきましょう。で、今回問題9問あるんですが、6番がですね、グラフを書く問題となっております。で、皆さんのところにあのグラフのやつね、提供することができないので、ぜひグラフの形と通る座標、いくつのいくつを通りますっていうのが合ってるかどうかの確認をしてもらえたらと思います。すいません。そんな感じでよろしくお願いします。 では一回ねやっていただいてでわかんなかったり不安な問題があれば今から自分が全部解いていきますんでそちら必要なところだけぜひね確認してみてくださいいいかなでは早速ねまず一番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれではがすいません画面を下げますのでお待ちください画角と言いそうになったねああ行き過ぎちゃったよしじゃあ行きましょう。 では、まず最初は、まあ、いつも通りな感じなんですけど、まあ、引っ掛けとしては足し算と掛け算があるので、どっちが先なのっていう話。でね、まあ、これすっごい細かいことなんで、解いてる時ね、みんなはこんなこと気にしなくていいんですけど、これね、いい感じで引っ掛けようとしてるなと思うんですよ。ここがマイナスできてると、まあ、ちょっとね、あーそうかそうか、そこで一回立ち止まるもんな、とかって思うんですけど、これ7、7たす2って速攻で暗算できるじゃないですか、ほとんどの方が9って。だから、 ここ先に足し算パッて行きたくなるんですよ。ただから9ってやって9かける×ス6ってそこも暗算できちゃうじゃないですか。だからそれでミスを誘ってる。これは掛け算が先にやらなきゃいけないので2かける×ス6を先にやります。ここはス1 2ですよね。だから7プラスカッコス1 2まあ7-12でいいんですけど。ってなるから答えとしてはス5となります。 最初この問題見たときに、ああ、ここ、パパって勢いでトントンって暗算することができるから、まあ、あの、受験本番特にそうなんですけど、引っかかる方出てくるんだろうなって思うところ。だからみんなも実際気をつけてね、本当受験本番の緊張感って、普段やらないミスが起きるから、から逆に、こういうミス、だからこういうふうに足し算とかけ算があったときに、トントンって足し算ね、急にやっちゃうっていうミスが出るんだよなっていうことを知っておくと、本番ミスしなくなりますんで、ぜひ覚えておいてください。 では次分配法則いきましょうまず3こいつを 2a とプラス b に配りますそうすると 6a プラス 3b マイナス2を 4a とマイナス 5b に配るかけ算でね配るとマイナス 8a プラス 10b とこうなるで a 同士をまとめるとマイナス 2a b 同士をまとめるとプラス 13b とこれで終了となります ガンガン行きましょう。え、ルートの計算。まあ、よくね、やっぱルート出てくると、この有利化は本当によく出てくる。分母にね、ルートがあった場合は、有利化っていうのが必要になります。有利化っていうのは、このルート2を上と下にかけてあげる。こうやってね。で、ルートは同じものをかけると、ルートが外れます。つまりこれ2になるんです。で、2になることによって、14と約分ができるっていう。つまりこれは、7ルート2となります。左側はね。 で、32っていうのは、十、えー、16、これいいか。16×2。なので、16が4の2乗です。4の2乗。今、ルートの中身こんな感じね。で、2乗のアイテムを使えば、ルートの外に出てこれます。だから4だけ出てこれるので、4、ルート、2。で、引き算が残ってると。で、ルートの中身が揃いました。ルートの中身が揃えば、外の7く4ができます。つまり、3。 ただし、ルートの中身は変わりません。つまり3、3ルート2と。いいかなで、次、二次方程式解きます。これ、右側がね、イコール0になってないので、一回整理します。全部。まず、こいつを展開しましょう。公式使って、x2 乗。プラス6とマイナス5を足したものに x 付けます。だから、足すとプラス1。プラス 1x なので、かくとプラス x。で、後ろはかけたもの。マイナス30が来ますと。で、 9x-10。で、この子たちを全部左辺に移行します。移行すると、-9x。こいつはプラス10になるので、x2 乗を、-8x-20 か。で、イコール0。忘れずにね、イコール0書いてください。そしたら、これ綺麗にね、まとまったので、かけて、-20。足して、 マイナス8になる数字のコンビを探しに行きます。そうすると、これは、なんだ ?10 と2か。マイナス10と2か。えー、っと、いいか。数字のコンビとしては、マイナス10とプラス2。これはかけて、マイナス20。足して、マイナス8になるのが、見つかったので、こっち行きます。カッコ X、X マイナス10。カッコ、X プラス2。ちょっと右入っちゃうけどね。こうなります。で、これを解くと、X イコール、まあ、ここのね、 符号を変えたものが答えとして使えるので、10とマイナス2となります。いいかなこれで終了です。では5番行きましょう。2次関数与えられてます。y コール2分の 1x2 乗。で、x の変域が与えられてる時の y を求めなさいと。で、これはもう頭の中でできる方はしちゃってください。で、ちょっと慣れてない方とか不安な方は書きます。いいですかみんなシャーペン出してもらって、これ。 二分の一 x2 乗。何が大事かって、下カーブか、上カーブか。どっちかが分かってればいい。で、これは二分の一がプラスの数なので、まあ、下カーブですよね。こう、原点通る、こういう下カーブになる。で、このカーブに関しては、どのくらいでもいいです。フリーハンドで。ごめんね。で、これを書いたら、マイナス4から2。だから、x がマイナス4のところと、2。 こう書きます。場所そしたら、打ち上げ花火で打ち上げてください。そこから。で、ぶつけます。こうやって。で、今、これが何を表してるかっていうと、このぶつけた、この間の部分しか見ちゃダメよっ、つってる。ここまでしなくていいけど、あもう消しちゃっても構わない。今、この問題に関しては。ここしか使わんと。で、y の変形を出せって合ってるよね。y の変形を出せなんですが、これは、答え方としては y を、こいつで囲みます。小なりイコールってやつ。だからこれと同じ形ね。 の真ん中が y に変わる。で、何を見ればいいかっていうと、今書いたグラフの一番高いところと一番低いところの数字を見ればいいんです。一番高いのどこってここだよね。じゃあ、ここの y いくつなのって話。ここです。ここ。で、これは x がマイナス4の時の y です。だから x にマイナス4入れちゃえばいい。グラフ使えるから。で、マイナス4は2乗すると、マイナス 4× マイナス4です。つまり16で。 で、二分の一と約分すると、これ八です。これが一番高いところ。このグラフでね。それが、ここに来ます。こう。で、一番低いところどこっていうと、ここじゃなくて、ここね。原点まで一回下がってるから、これが一番低いです。原点は当然ゼロです。だから一番低いのはゼロだよね、と。これだけです。いいですか 最初に言ったように、頭の中でグラフがね、もう考えられて、あ、そこ、一番高いのあそこだよなって、一番低いの原点だよなって、わかる方はもう書かなくていいから。時間もったいないからね。で、今回、書いてやった方も、できれば、えー、書かずにできるように練習しとくといいです。本番は、えっ、ー、と、時間が本当にね、なくなっちゃうんで、試験本番。できる限り、書かなくていいものは書かない方がいい。いいかな。あ、でも絶対じゃないからね。書いても構わないんですが、まあ、そんな意識で言ってください。 では6番行きましょう。グラフを書く問題です。すいませんね。あの、グラフのやつがないんで、通る座標を書いていきます。で、これ反比例です。反比例っていうのはカーブです。右上と左下のコンビか、左上と右下のコンビ、どっちかです。で、ここのコンビはこれがプラスのとき、ここのコンビはここがマイナスのときになります。まあ、こんなんちゃんと覚えなくても、一個一個数字を入れてから大丈夫です。で、今、 一個数入れます。1。まず1からね。x に1を入れると、マイナス6だね。1分の6だから。1の時はマイナス6なんです。ここかなこれ。1の時がマイナス6。じゃあ2を入れたらって、2の時はマイナス3だね。約分すると。2の時が、え、マイナス3。マイナス3。ちょっとちっちゃくてごめんよ。こうね。で、3入れるとって、3の時はマイナス2だね。3の時がマイナス2。 で、4の時と5の時は整数ならないんですよ。分数になっちゃうから、それはも無視です。無視でいい。じゃあ6の時。最後の、このグラフ6まであったんで、6入れるとマイナス1になる。だから6の時、右側がギリか。あ、ちょっとギリになっちゃうね。ごめん。6の時がマイナス1と。で、これを、こういうカーブでつなげていきます。 これが右下の像。で、それを左上も同じようにやっていきます。x がマイナス1を入れると、今度6になるから。だから、マイナス1の時が6。マイナス1の時、6。で、えっ、ー、と、マイナス2入れると3。この辺からマイナス2の時が3。で、3の時。ごマイナス3の時が2。で、えっ、ー、と、マイナス6。 の時が1。で、これを、反比例は定規使っちゃダメだよ。使うとバツくなるからね。フリーハンドでいいからそこを繋げてあげます。ちゃんと座標のぐるぐる丸っていうのを置いておいて、そこに繋がってれば丸もらえるから、定規使わなければね。なので反比例のグラフはこういう感じでやってください。もう1個数入れてくる。ね。1入れて、2入れて、3入れてってチェックしていけばいいから。いいかな。 では7番いきましょう。で、次が、えっと、これ図形ね。これちょっと変わった問題で、三角形 ABC について、角 A90 度とか、まあ AB6 センチ、BC10 センチみたいなことが書いてあるんですけど、図が書いてないんですよ。これ俺がなくしたんじゃなくて、本当になかった、もともと。だから自分で図を書きなさいっていう問題なのね。結構珍しくって。で、ここは、まあこう、ちょっとここ青赤に書いていいですか順番変わっちゃうんですけど、その方が多分見やすいと思うので、青いきますね。で、書きます。 まず、角 A が90度と言ってるから、まあ、直角三角形だよね、きっと。で、ここ直角。で、これが A は決定しました。で、次、AB が6、BC が10です。で、これはまあ、あどっちかわからんから、もういいよね。まあ、適当に B にしようか。AB、BC。で、AB が6って言ってて、BC、ここね、が10。で、これが、こっち B だとどうするんですかってなっても、これ問題ないんですよ。AC ずれないんで、大丈夫です。 で、今、この AC のところが分かんないから、ここ X にしましょうって。何が言いたいかっていうと、この図をちゃんと書いて、ここだけ求めろよって。で、この図があったら、あ、三平方の定理すねって分かるから。あと直角三角形なんだもん。いいで、三平方の定理の使い方は、斜辺、なおっと、斜めのとこね。ここの2乗、つまり10の2乗だから100です。イコール、残ったものを2乗して足します。つまり、X2 乗足す、 6636って。これまとめると、x2 乗イコール64になります。で、これは二次方程式のやつで、左側、左辺の2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつきます。プラスマイナスルート64。で、ルート64は、葉っぱ64。なので、ルート64と8って一緒ね。こうなる。ただし、今は辺の長さです。線分 AC の長さを出したいから、マイナスなんてない。長さにマイナスありえないからね。 ちゃんと書くと X は負にならないからさ正だから答え AC にしようか AC イコール8センチともともとこれが与えられてて長さ出しなさいってものはよく出てくるじゃなくて自分で図を書かせるっていうところがワンクッション入るのは結構珍しいんですよねこれおっといいかなで次も珍しいこれはね久々に見たこの問題 何が久々かっていうと、コイン投げるんですよ。よ、こう、効果をね。4枚だって思って。効率の入手で4枚多分俺久々なんだよね。まあ、全部解いてるわけじゃないんですけど。で、えっ、ー、と、普段は3枚です。よく出てくるのは。で、まあ、4枚やって、少なくとも1枚表が出る確率を求めようっていう。で、まあ、これは樹形図書いていきます。コインでね。で、もう、えっと、コインとか効果、お金の樹形図は決まってて、表と裏しかないです。 で、これ、表と裏漢字で書いちゃダメだよ。時間もったいないから。俺がおすすめするのは丸×です。丸が表で×バツが裏。で、いくよ。丸。まず1枚目です、これが。で、えっと、コインの樹形図は全部枝が2本です。ちょっとちっちゃくいきますよ。表か裏かです。次。これが2枚目ね。次。表か裏。表か裏です。これが3枚です。1枚、2枚、3枚です。 だから3枚の樹形図、3枚でやるときの樹形図はこれで終了なの。で、4枚はもう1回枝が出るの。表か裏。表か裏。表か裏の。表か裏。下入ってんのかなあ、OK ね。こうです。これがスタート表バージョンです。で、本当はここまででもいけるっちゃいけるんだけど、一応ね、4枚珍しいんでもう1回行きましょう。裏スタート。もうあとは全部同じよ。表、裏。 表裏の、表裏の、4枚目の、表裏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 と。これ、樹形図完成です。これが4枚の樹形図。で、えっ、ー、と、枝の数,数数えると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16分のです。16分の。だから、分母は16分の。ここから始まる。で、 今、表が1枚、少なくとも1枚出るビジチを探したら、もちろんね、1個数でここ表出てるかな出てるかなって確認してもいいんだけど、これ逆を言うと、全部裏のバージョンだけ抜けばいいんだよね。で、全部裏バージョンって、ちょっと色変えるわ。ここしかないんよ。ここ。あとは全部表出るから、どっかで1回は。いい。だから、少なくとも1枚表が出るっていうのは、ここ以外、つまり16分の15なんだよね。 約分できないからこれで終了。こうやってやります。いいですか。で、なんでこれこっち書かなくてもいいんじゃないかなって言ったかっていうと、例えばこれ書くじゃないですか。これ。もとは頭の中で受験図ある方はそれでもいいんですけど、これ書いた時点で、1、2、3、4、5、6、7、8が分かってるから、スタート×バージョンも8個しかないのは分かるんだよね。だから16通りなんだよ、全部。でもっと言うと、1枚がさ、表よりは2しかないから、 えっと、コイン1枚だったら表よりは2通りでしょ ?2 枚投げると4通り、3枚投げると8通り、4枚投げると16通りなのよ。分母ってわかるのね、コインが。で、全部、その枚、えっと、少なくとも1枚表って言ってるから、全部裏だけ抜きたいじゃん。全部裏って1通りしかないんだよ、絶対に。全部裏だから。だから、あ、全部16通りか。全部裏って1個しかねえよな。あ、じゃあ16の15じゃねで、十分なんでね。それでも全然いいんだけど、 ただ、4枚出るバージョンの樹形図を書くことが珍しいので、受験で。だから、そう、覚えててほしかった。今回。これ、今回は、えっと、1枚少なくとも表だったけどね。違うバージョンもあるからさ。表が2回出るバーと確率とかもあるから。いい。覚えておいてください。さあ <laughs>、さあ、9番行きましょう。で、これもね、なかなかちょっと癖がある問題で、円がありますとで。で、AB イコール AC なんで、ここ二等辺三角形ね。ここ二等辺三角形。で、上が、 ここが48度かな ?8 度。の時に、えー、っと、ADB だから、ここを求めたい。ここは X です。さあ、どうやるっていう。で、何がこれね、ちょっと厄介かっていうと、補助線が必要なんですよ。自分ちょっと1本補助線が必要。で、解き方は2パターン大きく分けてあるんですけど、ちょっと1個紹介していきます。で、これを見た時に、みんなこれ、もし解けなかった方もちょっと考えてほしいんだけど、どっかの角度分かりますあの、答えじゃなくていいから。 他の場所どっか分かりますっていうのは、ここは分かってほしい。ここです。まあ、同じようにここもなんだけど。なんでかっていうと、AB イコール AC と言ってるから、これ二等円三角形だよね。二等円三角形って角度分かるじゃないですか。ここ分かってるから。だって三角形なんで、180から48を取ります。そうすると、132度が残ります。で、二等円三角形は、頭からこう、下ろした、ここ。定角ってやつね。ここの角度一緒なんだよね。 だから、残った132を2で割ってるから、ここ66だし、ここも66度になるんですよね。ここは分かってほしいんです。だってわざわざ AB イコール AC にしてんだもん。わざわざ二等目三角形にしてんだから、それは角度使うよねっていう話。で、もう一個思ってほしいのが、なんでわざわざこの問題作った人は円を書いたんだろうって。円を書いてるってことは、まあ円周角の定理使うわけよ。 だって、じゃなきゃ書かなくていいんだもん、円なんて。でしょじゃあ円周角の定理を使いたいと。で、わざわざ、これもう一個思ってほしいのが、わざわざこの人は中心書いてんのよ。これ問題、本当の問題にもあったの、中心が。ってことは、そこ中心角で使うでしょって話。じゃあこの場合さ、ここだよね、補助線としては、こう引きます。こう引く。そうすると何ができるかっていうと、スタート地点が B と C から出てる、 円周角と中心角ができる。で、円周角と中心角の関係は、これの2倍になるんだったよね。だから、ここの角度は2倍。96度ってわかります。これの2倍ね。48度2倍。で、もう一個。ここに補助線引くといいことがあって、こいつも、二等辺三角形なのよ。なぜかって円の半径だから、この二つ。二等辺なのよ。 さっきと同じ。180から96を取って84が残りますと。それを2個で分けるから、ちょっと大きいよ。ここの角度と、ここの角度は両方とも、えっと、これの半分だから42度ってことが分かります。そうすると、何ができるかっていうと、ここです、ここ。ここの角度。66から42を引いたものなんで、ここ24度なんですよね。そうすれば、えっと、もうごちゃごちゃしてきましたけども、 ここの三角形、48出てる。24も出た。残りでしょじゃあいけるじゃんって話。だから答えは180から、えーっと、これ足したもの。いくつ ?72 か。を引けばいいので、ちょっと下入るかな。あー、ギリか。ちょっと待って。あー、取って。またちょちょちょ。あ、右行けるわ。右行ける。右行こう。ごめん。これで、108度と。 これで終了となります。多分こっちの方が解き方した方多いと思います。で、こっからは余談です。もうここまで切ってもらっても構わないからいいんだけど、もう一個余談とすると、ここに補助線引いてもいい。こうやって。わざわざ、さっき言ったように円周角を使いたいからさ、こうするとスタート地点が同じなんで、ここが48度になるんですよね。でちょっと全部解き方言わないですけど、その方針でも解けます。ここの X 持ってこれる。そう。だからまあそれでもいけるんですが、 ま、ひとま多分こっちの補助性の方がやりやすいので、今回ね、こっちをメインで紹介させていただきました。いいかなはい、ということで、今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ、第96弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。